まあ捨て猫だったのをね、うちでずっと飼ってて、でついでにもうせっかくだから猫にも働かそうっていうんでね、プレートつけて、普段はお参りありがとうチビって、お正月になるとバージョン的には明けましておめでとうチビということでして、非常に参拝者からは可愛がられて人気がたくさんあります。初詣に会いに来てほしいですかね。そうですね、猫探しに来てもなかなか見つからんかもしれんけどね、ぜひ来て